おはようございます。10月25日朝7時でございます。今日はいい天気でございます。秋晴れでございます。現在は、静岡県磐田市にいてるわけですが、それでは浜松に向かってレッツゴー。まあ昨日はスーパー銭湯でちょっと体を休めましてね。安いの、500円なの。うーん、そんで綺麗しね、お風呂もいっぱいあるし、ただね、あの寒いの、休憩してるところが。なんでか言ったらね、窓開けてるのよ。あ、そうかとか、コロナ対策でね、あれね、定期的にね、換気せなあかんわけよ。あれがね、もうだからコロナ早く就職してほしいなって思うな。ずっと空いてんね。ほんで店員さんにね、大変ですねこれね、コロナ対策でずっと開けとかなって、いえそれ窓壊れてるんですって言われて、だから500円かよ思ってあのコメントたくさんいただきまして、僕も会いに行きたいです、私もみたいな方がねたくさんコメントいただきまして、私どこそこに住んでるんですが、そこら辺いつぐらい通りますかとかでね、それ言っていただいたらとか言って、まあありがたいことなんですけど、ぜひ会いに来てください。でもね、そのいつ頃どこを歩くとかいうのはちょっと全くわからないんで、申し訳ないですけど、ただひたすら、進んでるだけで、まあでもね、こういうコメントいただいたら気持ちだけでも嬉しいし、なんかね、本当に会いに来たくても遠くで仕事で行けないとかいう方のコメントもいただきましたしね、もうその気持ちだけで十分ありがたい。本当にありがとうございます。頑張ります。また引き返さなあかんのかな思ったよ。びっくりしたよ。よかったよ、横にあって。なんかもうこの抜けるような秋晴れの、この空の下、こういう橋の上を歩いてるの気持ちいいね。で心地いい風がこう吹いてきて、これがまた夜やったら怖いね。これあの見えないっていうのは怖いな。気持ちがいい。あーでもなんか改めて思うけど、なんか日本ってやっぱええな。今まあこういうコロナで海外旅行行けないから、で、まあ、GoTo キャンペーンとかであえて、まあ、あの日本の観光地なんか行ったりしてる人が増えてると思うけど、改めて俺ええんちゃうかなって。もうね、ああいうもう昔ながらの温泉とかああいうとこ行って、ほんでお土産屋さんで誰が買うねんっていう、なんか孫の手とか、俺なんか修学旅行で木刀3本買うだけど、なんであれしお土産に木刀がいんねんみたいな。だからそういうところをなんか楽しむような時代に来たんちゃうかなと思う。やっぱ日本ってええよ。だからもうね、そうだ日本へ行こうみたいなね。現在8時でございます。浜松市に突入しました。
まあこの長い天竜川、うん、明治時代とかあの橋ああいう木で作ってたよな。うん、で昭和の初期に、今の鉄骨道ができてね、えほんで天竜川であそこで材木を流したりする、まあ、船に乗してああやって雪がしてたんだな。走る男と歩く男のすれ違い、どうどう。まあちょっと今お見せする景色もあんまりないんで、じゃあここで僕のオフショットを見てください。どう。こんなことしてたらこんなんなんねん。あか、危ない危ない。これ壊れたらどなんなんの。大丈夫なかな。いやー、鐘なんか久しぶりに鳴らしたな。あれ鳴らしてよかったかな。あの松の木ってなんかもう江戸時代から東海道を整備するのにその時代の人が植えたという、未だに残ってるんですね。すごいね。滝川クリスネンでした。ちょっと寝まーす。いった。取れるか。いった。今11時ぐらいですけど、1時間ぐらいちょっと寝ましたね。気持ちいいね。うん、この季節。ありがとうございます。現在12時でございます。浜松駅に到着いたしました。浜松城は徳川家康が遠州攻略の拠点として築いた城で、元亀、元年1570年6月に入城し17年間在城した。
徳川家康が17年間入城したというここの浜松城にやってきました。現在1時でございます。疲れました。まあでもこのね浜松城というのはね後に家臣たちのこれ出世城と言われて、まあ、ここを登竜門として出世していった。まあ家康もその徳川幕府を築く礎となったのがここの浜松城。チャンネル登録、いいねボタン、拡散、コメント、お待ちしてます。